女子プロレスラーの朝日、朝日さんが今月1日に亡くなったことを受け、所属するアクトレスガールズのアドバイザーを務める風香織氏が6日に自身のブログを更新、死因についていろんな憶測が飛び交っていることを明かした。アクトレスガールズは5日に公式サイトで朝日さんの死去を報告。去る2024年2月1日に弊社所属の朝日が不慮の事故により永眠いたしましたことをご報告申し上げますと公表し、あまりにも突然の訃報に一同未だに現実を受け止めきれていないこともあり、当面2月9日に予定している新木場公演を中止することとなりましたなどと伝えた。これを受け、風香織氏は合唱というタイトルでブログを投稿。私にまで深海の DM や LINE やコメントありがとうございます。一足先に知り喪失感に苛まれましたが、他のメンバーの生活も守らないといけないのでできることをから立ち上がっています。私は大丈夫です。と心境を綴った。続けて朝日さんの死因について言及し、いろんな憶測が飛び交っていますが、試合や練習中のことではありません。と断言。選手に直接質問をしないでというリリースから、何か延期しようとしてるという意見もありますが、まだ精神状態が不安定の選手もいるので今はどうかそっとしておいてくださいという理由です。と説明した。ネットの声、一連の発表の仕方、結果的に様々な憶測が飛び交う状況を団体や関係者が作ってし、待っているように感じる、何かを隠したいことがあるのか余計なことや煙に巻こうとする発言が多すぎ、そっとしてほしいなら発表の仕方が他にあったのではと思ってしまう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。